力を続いてね、2試合目やっていこうかなと思います。で、今回のマップが、赤の境界ですね。いや、境界はね、めちゃくちゃこのハンターやりやすいですよ。もう影の量がね、もう尋常じゃないんでね。さあ、まずちょっと墓森、がこっち側にいるんで、あー、もういる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 。あー、ちょっと待て。あぶ、いやー、これちょっとミスったの、僕の。操作ミス。距離自体はね、追いついてたんだけどね。はいはい、まあ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 、これ普通に、下に潜るんだったら、でもガンガン殴って、行きましょうと。オッケー。さあ、まずは殴っていくと。で、これ存在感が溜まると、マントがね、使えるようになるんで、まあ、それまで、ちょっと、まあ、ガンガン追っていきたいですね、できればね。さあ、板を倒す。まあ、ここは普通に板を無視していこうか。あ、だったら戻るよ。はい、これで戻って、はい、こんにちは、前からこんにちはという感じで、なんとね、このハンター存在感ゼロからね、この元に戻る能力、まあ、ジョゼフでいう時空残像みたいなね、ことができますので、これただ戻るだけだとこんな感じで追いついちゃうよっていうところですね。さあ、で、今回ちょっとスタンが多い、いやー、うまいな、スタンが多いんでちょっと興奮で持ってきたんですけど、どうしよっかな、これ。あー、うまい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 、すごいすごいすごい。お、でもこれはラッキー。おー、よし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 。さあ、で、まあ、次はさすがにこれもう、持つしかないんで、ここは興奮、いや、あ、いけそうだね。あ、ラッキーラッキーラッキー。よし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 。これはめちゃくちゃいいんじゃないですか。で、ここもガンガンにちょっと攻めていきましょう。探鉱車、ダウン取れば戻れる。はい、この機能力、あ、おぉ、それ当たんないの、ちょっと待って、どういうこと。あれ、結構びっくりしちゃう判定だったけど、まあ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 、まあ90まだ間に合ってないでね、まあ、全然いいでしょう。よーし、いや、いいね、本当にこの爽快よね。はい、泥棒が、来ましたと。なるほど。まあ、泥棒来たとはいえ、別にこうやって無視してガンガン、もう進んでいけばいいだけなんでね。やつ、強すぎる。本当にもう足が速すぎて、全然ライトが追いついてない。いや、マジで強い。よいしょ。で、釣っていこう。で、またここ残像をね、ここに残せば、いつまにいつでも戻れるので、はい、ここに出して、はい、ドーン！オッケー、強すぎー。で、いつまに戻りましょう。瞬間移動で戻ると。やりとーん、こんにちは。いや、マジで強すぎるだろ。いや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 。いや、これは流行っちゃうよ。絶対流行るって。まあ、初心者の方たちの中、方ではね、まあ、流行んないかもしれないけど、まあ、上位体とか、ハンター上手い人はね、このハンターめちゃくちゃ好みだと思います。うん。本当にもう爽快感すごいし、あと、上手くなった時のね、もう伸び幅というか、もう本当にもう楽しいんでね。さあ、とにかく一人目で飛ばすことができました。もうこのスピードで一人飛ばせたからね。いや、美味しすぎる。さあ、ここからどう、おーっと、これは読み勝ったぞ。はい、移動しても、はい。殴っていく。オッケー。よーしよしよしよし。もうこれはもう壊滅的。いや、サマイバーかなりもう壊滅的よ。よいしょ。いや、いいねー。で、一応劣化ペアは上がったとは言っちゃ、あ、どうしようかな。まあ、でも、別にここでね、無理して瞬間移動する必要っていうのはないので、まあ、一回ここで戻って、油断させて、はい、こんにちは、と。お、なー、うまい。そう、ちょっと泥棒油断させたかったんだけどなー。まあね、まあまあまあ、はい。さあ、一撃。これは、興奮、あ、これって、こう、え、なに？これ今どうなって、バグってんない？ちょっと。いやいや、どう、なに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 ？え、ちょっと、バグったんだけど、どういうこと？どういうこと？何？こんな視点で僕、これでやるってよ。じゃあ無理だって、じゃあ、ちょっと無理、無理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 。こんな視点でやんなきゃいけないの。おいおい、そんな無理だろ。どうやって試合するのよ、これで。いや、ちょっと待って。この残像の場所をちょっと頼りにやるしかない。いや、まずいって。もう、最悪、これ、新ハンター出た時あるある。いや、まあ、結構大型アップデート ある時あるあるだけどさ。いや、これはマジで修正して、しないと。マジ終わるって、本当に。小説が来たら終わりじゃん。やばいって。いや、何この固定。何この固定の場所。ちょっと待って待って。ちょっと待ってよ。どうしたら治る？瞬間移動したら治る？いや、マジ、どういうこと？ほんと、マジか。もう、ほんとにさ。で、これさ、まだ今回ね、カスタムマッチだからいいよ。これ、ランク戦だったら、ブチギレ案件ですよ、こんなの。やばいよ、小説家ね、固定されたよ。ちょっと、今どうなってんの？今僕どうなってんのよ。一応ちょっと頑張ってみるか、この残影を頼りにね。残る残影を頼りにちょっと やります。どこにいるの僕の本体は。僕の本体どこにおるん？そもそも影に入れないっていうね。ちょっとどこ、僕影どこ、影どこにあんのもう。
もう本当も最悪なんだけども、もう待って、もう待って、小説家ここじゃ一旦ちょっと、まあ、あ、僕待って、今ここに立ってるってこと、小説家がそこにいるってことは、あ、どういうことだ、え、僕今どういう視点になってんの、なんかサバイバー近づいてきたけど、え、僕のこと見えてんの、あ、なんかそこで止まってるっぽいですね。まあ、とりあえず瞬間移動しましょう。あ、どういうことだ、これ戻れ、瞬間移動で戻れ、は、なんで人がいるとこに瞬間移動してねえよ、瞬間移動してねえって、いやもうここじゃん、瞬間移動とは言わんのです、それは瞬間移動したって言わないんです、もうほんと、もっと、あ、スタックから抜け出すだ、これだ、いや僕忘れた、このゲームにはスタックから抜け出すがあるんだ、あいやあるだろ、スタックから抜け出す必要誰よりもあるぞ、いや抜け出せてないわ、いや抜け出せてないわ、ご迷惑おかけしてるままだわ、いや何言ってんの、スタック抜け出す必要ないとか言ったり、スタックから抜け出しました、ご迷惑おかけしましたとか言ったり、いや全然かけてるんですよまだ、ちょっと何度も、本当にもうちょっと、もう何これ、もう何なのよこれ、もうちょっと、あーもうつらいつらい皆さんは本当にね、このバグあるんで、ちょっと小説家がいる試合はマジで気をつけてください。うん、これね、小説家ファン知った方がいいかもしれないですね。うん、今の場合だったら、本当もうね、あんなただただね、逃げてくサバイバーをもう見てくる、もうつらい、あーもう最後にスタッカー抜け出す、もう一回だけやらせて、でもう一回で、あ、正義の鉄槌、正義の鉄拳、あ、なんだこれ、正義の鉄拳、うん、できない、できないわ。はい、抜け出す、うん、最後は何も言わん、もうつとうとう何も言わんくなった、なんか抜け出せないって、もう上さんマジでもうすぐ修正してください、できてないな瞬間移動、くそはい、というか、ちょっとね、いろいろ大変でしたけど、さっきの試合がね、他の人目線だったらどんな感じになってるのか、ちょっと見たいなと思います。で、ちなみに、先ほどのバグなんですけど、なんと、もうすでにね、第五人格の運営さんによって、修正が入ったみたいです。はい、よかったですね。運営さんの対応がね、本当に早い。うん。いや、早すぎる。もうすぐ、本当にすぐ修正されたみたいですね。さすがにこれはね、やばすぎたもんね。さ、もうちょっとさ、ここら辺できますよ。どんな感じになって、なってたのか。本当ね、もう、やばかった。だからもう皆さん、今はね、安心して、まあ、この新ハンターがいる時でも、小説家使って大丈夫なんでね、ちゃんとそこは安心してください。さ、ここで、さ、これちょっとやだな。さ、来ましたね。さ、ここで、小説家の本が溜まる。さ、ここで入れ替わる。あれ全然普通だぞ。あれさ、ここで、ここで、はい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 。あれこの感染目線では全然あれなんだね。そうなんだ。面白。いや、面白くないけどな。うん。あ、じゃああれなんだ。一応システム的には、ちゃんとね、動いてるようなことにはなってたんだね。あ、いや、もうな、何してんだって感じだけどね。あ、じゃあ視点だけそこに固定されてたっていうことなんだ。あ、本当に。でもびっくりしましたね。やっぱなんか小説家はね、すごいバグとかが多いんですよね。このキャラクターなんか、大会とかでもね、大会も出禁になるぐらいですね、まあ、結構いろんな問題が抱えてるキャラらしいんですけれども、まあ、こういうのが原因なんかな。うん。ああ、そっか、こうやって動いてたんだ。これがね、分かってればね、いけてたんだけどね。うん。皆さん、ちなみにですね、なんとね、この、試合ね、小説家さん目線の、試合もですね、試合というか目線もね、ちょっと見せていただきまして、小説家さんもね、めちゃくちゃバグってました。うん、そう、小説家さんもバグってた。僕だけじゃなくて、っていうとこなんですよ。いやー、びっくりしたよね。じゃあちょっとそっちもね、見ていこうかな。はい、ということで、これがね、小説家さん目線になります。はい、小説家さんはね、このバグになってからね、動画撮っていただいたんですけど、こんな感じでね、なんと小説家も、その視点が固定されちゃってたみたいです。はい、だからもうハンターだけじゃなくて、もうお互いに視点が固定されちゃってたみたいね。いや、すごいね。
あ、だからここで立ち直ってたのは、あの、僕を見てるんじゃなくて、あの、自分を見てたんだね。いや、ほんと、これはね、どうしようもないよ。まあ、サバイバーはね、まだね、あの、他の味方がいるから、まあ、どうにかなるかもしれないけどね。まあね、やっぱり、いや、でも、どっちにせよ嫌だよね、どっち。うん。いや、なるほどね。いや、おー、解読してるじゃん。え、解読、すごいね。よく解読したね。めちゃくちゃ器用じゃん、この小説家さん。え、ずるくない？すげえ。こんなバグがあっても適用してるのやばいな。こんな感じになるんだね。解読するとね。いや、面白い。いや、面白いな。こんなことが起きるんだ。まあね、まあ、今回はまあ修正されたんで安心ですが、皆さんもね、なんかこういう変なバグとかあったら、まあ、すぐ修正されると思うんですけど、まあ、一応運営さんにね、あの、通報すると、修正されるね、あの可能性というのが一気に上がりますんで、まあ、こういうことが起きたら、あの、運営さんに報告するのをね、あの、お勧めします。はい、ということで皆さん、今回も動画の方ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で、お会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。